そういうまは、東京都武蔵野市出身のプロ野球選手、宇藤左ひだオリックスバファローズ所属。ギニア人の父と日本人の母の間に出生。小学校3年生の時に、お茶の水スリーアローズで野球を始めた。当時は、遊撃手と投手を兼ねていて、鎌倉市立玉縄中学校時代には、南式野球部に所属していた。横浜隼人高校への進学後は、 一年次の秋に外野手としてベンチ入りを果たすと関東大会に出場。二年次の春には前年夏の選手権本大会で大会史上最多の1試合22奪三振、10打者連続奪三振を受立した霧光学園高校の松井祐樹からに安打を打ったことで注目された。三年次の6月中旬に右室外骨を骨折したが、 手術を経て、夏の選手権神奈川大会で実戦に復帰すると、チームを準決勝にまで導いた。在学中には、対外試合で、通算26本塁が、打率、452を記録したが、春夏とも甲子園球場での全国大会と縁が、なかった。2014年の NPB ドラフト会議で、内野手としてオリックスバファローズから2巡目で指名。 契約金6000万円、年俸700万円という条件で入団した。背番号は6。2015年には高校3年時に手術した右膝が感知しないまま夏場に腰痛を発症。その影響で一軍昇格の機会はなかった。ウエスタンリーグの公式戦でも16試合の出場にとどまったが打率333に3塁打1打点を記録。 12月1日の契約交渉では、推定年俸600万円という条件で契約を公開した。2016年には、9月18日の対福岡ソフトバンクホークス戦に、2番遊撃手として、スタメンで一軍公式戦にデビュー。しかし、初打席から三三振を喫し、遊撃の守備でもゴロの悪送球で、初失策を記録した。 その後も一軍公式戦に試合に出場したが、無安打でシーズンを終えた。ウエスタンリーグの公式戦では、60試合の出場で、打率。272、3本塁打、12打点、3盗塁を記録。シーズン終了後に、台湾で開かれたアジアウインターベースボールリーグにも、同リーグ選抜のメンバーとして参加した。ロワットビーでは17試合の出場で、打率。 240、12打点、1盗塁という成績を残した。2017年には、ウエスタンリーグ公式戦の序盤から、主に、クリーンアップで起用。3.4月度のファーム月間 MVP を受賞した。1軍の公式戦でも、9月27日の対、北海道日本ハムファイターズ戦5回裏の打席で、斉藤祐樹から1軍公式戦での初安打を、打つなど、 10試合の出場で1本の2塁打を含む4、アンダを記録。しかし、総塁面では投塁の成功までに至らず、3つの投塁師を喫した。ウエスタンリーグ公式戦では、104試合に出場し、入団後初めて規定打席に到達。本塁打は1本にとどまったものの、34打点、8投塁、リーグ6位の打率、279を記録した。 レギュラーシーズンの終了後には、フェニックスリーグの数試合で外野の守備を経験。周期キャンプを挟んで、2年連続でロワットビーへの参加を予定していたが、キャンプ中に左肩を痛めたため参加を辞退した。2018年には、春季キャンプのスタートを2軍で迎えたものの、2軍の紅白戦で好成績を残すなど打撃面で急成長。 一軍クラスの中堅守がのきなみ故障や不審であったことから一軍監督福良純一の方針で内野手登録のままキャンプの途中から外野手へ転向した3月4日の横浜 DNA ベイスターズとのオープン戦では前日の同カードに続く1回裏での先頭打者本塁打をランニング本塁打で記録した NPB オープン戦でのランニング本塁打は 2012年のクレーグブラゼル以来6年ぶりで日本人選手としては谷義友がオリックスブルーウェーブ時代の2001年3月3日の対大阪近鉄バファーローズ戦で記録して以来17年ぶりであるオープン戦全体では13試合の出場でチームトップの4本類が4盗塁及び打率306を記録地震初の開幕1軍入りを果たしたばかりか 主に、一番、中堅守として開幕戦からスタメンに定着した。大阪クラシックとして開かれた4月30日の対福岡ソフトバンクホークス戦では、一回裏の打席で、一軍公式戦での初本塁打を、中田健一からの先頭打者本塁打で記録した。五月中旬以降は、故障による戦線の離脱や、打撃不振による打順の降格を経験。1番、中堅守へ、 再び起用された9月30日からの対楽天に、連戦では、第1戦の第4打席で3号に点本塁打を打つと、翌10月1日の第2戦で、初回戦闘打者本塁打からの2打席、連続本塁打によって、2日がかりで3打席、連続本塁打を記録した。一軍公式戦には、通算74試合の出場で、打率、233ながら5本塁打。 22打点、3盗塁という成績を残した。2019年には登録ポジションを内野手から外野手へ変更。春季キャンプのスタートを1軍で迎えたが、打撃不振でキャンプ中に2軍に降格。前年につかんだ開幕スタメンの座も1軍経験の浅井西の浦佐台に奪われるなど、1軍への復帰はセパ交流戦の終盤にまで持ち越された。 7月10日の大楽天戦では、同点で迎えた延長10回表西一二塁の打席で、高校2年時の選手権神奈川大会以来6年ぶりに対戦した松井裕樹から決勝の敵地打を打っている。一軍公式戦全体では、出場試合数や本塁打などが前年から減少した一方で、前年を上回る打率や盗塁数を記録。 二軍調整中から三塁の守備を練習していたため、レギュラーシーズンの終盤に、中堅守として、スタメンに起用された一軍公式戦では、途中の守備から三塁を経て中堅に戻ることもあった。結局、一軍では内外野とも無失策でシーズンを終えている。なお、シーズン終了後の11月下旬からは、およそ1ヶ月にわたって、オーストラリアンベースボールリーグへ派遣。 リーグ戦23試合の出場で打率387、3本塁打、12打点と活躍したほか全試合で3塁を守った。2020年には春季キャンプから一軍に帯同。オープン戦の途中までは好調だったが新型コロナウイルスへの感染拡大に伴う自主練習期間中に背中と腰の間の針が強まった影響で開幕一軍入りを逃した。 開幕2週間後の7月1日に、不審の中川啓太に代わって1軍へ登録された。7月25日の大楽天戦では、7回表にダイソーでホームスチールを成功させると、9回表の打席でランニング本塁打を記録した。オリックスの選手による1軍公式戦でのランニング本塁打は、全身球団を含めても18年ぶりだが、同じ試合で、 本当も成功させた事例は初めてである。外野手登録ながら三塁手としても起用され、一軍公式戦には通算で72試合に出場したが、打率225本塁打は前日のランニング本塁打の一本にとどまった。2021年には自主トレーニングの終盤に足を痛めた影響で春季キャンプに参加できなかった。 3月上旬の教育リーグから実戦に復帰すると、オープン戦の終盤から一軍に合流した。3月26日に埼玉西武ライオンズとのレギュラーシーズン開幕戦で8番3塁手としてスタメン出場。無観客試合として開催された4月30日の対ソフトバンク戦では1点ビハインドの9回裏一し12塁で迎えた打席で、 プロ入り後初めてのサヨナランダとなる、走者一層の二塁打を放ち、チームの四試合連続九回引き分けを阻止した。5月3日の対西部戦では、八回表西2三塁の打席で前年に続いて、ランニング本塁打を打っている。NPB の一軍公式戦で、ランニング本塁打を二年連続で記録した選手は、1987年1988年の、屋敷用、 オリックスでは、半急ブレイブス時代の渡辺清以来である。手動計測ながら50メートル走で、最速5秒8の瞬速と、遠投100メートルの強肩の持ち主で、投手として、ストレートで、最速時速141キロメートル、高校3年時の春に立ち幅飛びで2メートル69センチメートルを記録するほど身体能力が高い。オリックスへの入団後は、 守備範囲の広い外野手として対等していたが、入団4年目のシーズン終盤からは、出場機会を増やすべく三塁の守備に重点を置いている。中学3年生時の冬休みにガーナを訪れ、その際に知人の呪術師から現地の宗教に基づくブレスレット状のお守り、ジョパタをもらった。高校生になり、それをユニフォームのポケットに入れてプレーすると、 試合でご利益が現れるようになったという、オリックスへの入団後の入寮の際にも、ジョパターを持ち込んだ、ありがとうございます。